今日は顔が薄いです。ビスの時より薄い。まあまあまあ、ええじゃないの。皆さん見てましたか？今日は嘘顔です。ウィルビーアイドル柳さん、栗、あー栗やったー、今日食べました、初栗。初栗したよ。あ、クリンチの公演当選してるので楽しみにしてます、ありがとうございます。にゃんにゃんですか？にゃんにゃん、にゃんにゃんじゃない、ミックスジュース。好きな食べ物はお好み焼き、もんじゃ焼き、たこ焼きです。そう、おじいちゃんセンターでした。ねえ、塩見の初日と新体制、うん、でしたね。カタルシス良かったですよ、ゆなくんね。なんか公演見てたら、はい、もちろん知ってました。公演見てたらなんか自分の研究生がどんなんだったか気になっちゃって見たんですよ。えぐかったですもっともっと頑張れよって思いました制服見たのは、制服見て、制服も見たし、あとなんだっけ、投げキスとかスクラップとかかな夢色も見ました。でも16人公演っていいなって思いました。だけどさあ、こっちは見て、カップリングしたことないんですよね私。投げキス、スクラップ16人でやるのはさ、なんかなんていうの、迫力があるっていうか、やっぱ8人より。やっぱユニットいいですね、ユニット曲あるの。大阪魂もユニット曲欲しいですとちゃん、カップリングしたことないです。この前桃音さんとご飯行った時に、あのピーコもやったことない、白いドレスしかやったことないんです。なんかもし16人公演があったら、何の公演の何のユニットしたいって話してて、で私はリセット公演の心の端のソファーがしたいです。琴ちゃんに悪気はないし、いつかしたいです。悪さま、バル様、
嘘の天秤からかけ離れた人でしたね、そういえば。我様でしょ。ワルルルワルルル歌いにくそう。ワルルル、明日は午前中にします。午前中しかできない。何時ごろかは分かりません。こんばんは。寝そう。寝ちゃう。難しい。
指増えた、指増えました、なんかルルちゃんに指もらいました2本。こそれんしてないよ。こっちの方がもう量多い。めちゃくちゃ成長してる、やったー、嬉しい。その指、なんか小指の次の指はあのなんかモフモフしてます。借りてます、ちょっと猫の手を。ちゃんと返すよね。はい、練習が終わったら必ず毎回返します。なんか次ペンペンペン、今から独占中を書きます。どしらそらそ、you
練習してないです。Bメロ、休憩しながらBメロの音符書きます。知らん。こんばんは、こんばんは。
難しいですね。お茶飲んだ直後はいきなり、なんでだろう、関係でもありそう、体力回復しそうじゃない。耳遣いがスムーズになってきたね。わあ、ありがとうございます。この時こと学生時代の放課後思い出す。皆さん思い出してください。お茶で体力回復するのかな。久しぶりに来たら急成長して驚きなんですが、わあ、ありがとうございます。
下手くそサビが完成しました。じゃんパンパンレレン。でもあれなんですけど、もうイントロとアウトロやったら終わる。確実に進歩してる。やった、ありがとうございます。ラオトレーラーやばいやろ。本当に猫の手いるよ。踊る方が楽ですね、絶対。飲んでる顔めちゃブス。何飲んでんの？バーリーティーです。麦茶です。ハッシュタグとかも楽しそう。
見に来ました。はい、ありがとうございます。土曜日のオンラインお話し会楽しみにしています。ありがとうございます。ありがとうございます。来てくれますか皆さん。マジでイントロがね永遠の謎なんですよ。あ、分かったかも。分かんない。永遠の謎じゃない？ちょっと他できてないけど手つけていいですか？もうなんかリズムが謎。してるんだろう。どこですかこれ。じゃん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 。そうそうそう、どうし。ん？どこ？どこなんこれ。これじゃないよな。どこなん？どういうことですか？あ、ちゃんちゃんちゃんから始まってる。もしかしてこれ柱柳になっちゃった。ってこと？いや違う。え？だってこれ足りないもん。これしたら始まってました。この楽譜だからだ。カキカキしなきゃ。ここに
ってた。多分ここいらないよね。音出るまで大変でしたね。ね。ドッカダンさん、イントロが始まってるかかね。じゃん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 。うん？というか音符でどっから始まってるかわかんないんですよ。こっかな？どっかな？ここっぽい、ここっぽい、シーソー。逆にさ、もっと謎深まるわ、本当のイントロ。
いるこれ。寝る日は黒なんでしょうか。なんかイントロわかんないね。いつもよりピンク薄め。ピンクどころか顔が薄めです。全部付けで最初のポジションから琴様が前に出てくるところからスタート。そうですね、じゃん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 があるんですけど、リズム不明でわかんないんです吹けば吹くほど皆さんに近距離ん遠距離になってきたって言われるので、ちょっと放置したいと思います。壁いつでも君がいる、水着の小指とか優しく微笑む、言葉がなくたって元気を込めるんだ、心の態度を独占ビルビー見てました。しおんちゃんのかわいい服衣装めっちゃかわいいです、めっちゃかわいいです私のって言っててここがなんか助けになってて、ここが膨らんでて、で黒と白でって言ってて、どんなんなんだろうって思ったらだいぶそれ通りでした可愛い。
私はなんかめっちゃレッスン場行く人なんですけど、しおんちゃんがめっちゃなんか切り替えがすごくて、めっちゃ一生懸命に踊ってる時と先輩に未来さん未来さんってめっちゃベタベタめっちゃなんていうのオンオフがめっちゃしっかりしてて、グミあげますって可愛いんです。でもなんか同い年だから温度感結構一緒かも。一緒に帰ったりとかしました。結構遅くまでいて、琴様琴音さんかも。まだみんな、うん、この前もっちゃんのことをどんぶらこって呼んだの。もっちゃんのことをどんぶらこって呼んだらしおんちゃんと同じ呼び方してくるって言われました。あ、そう、ためなんです。ためです。結婚しよう口癖は結婚しようなんでね、しおんちゃん。みんなありがとうございます。ミレニアムメ、もちもつ、なんかもっちゃん、もっちゃんかもっちゃんかわかんなくてだからどんぶらこって呼んでますどんぶらこ、どんぶらこがどんぶらこがミックスジュースのタグじゃないんですか。それでことさんとやりたいですって、ことさん出ましょうって言ってくれてことさんでした。イエイ。もっちゃんか、もっちゃん、もっちゃん、もも、もっちゃんもっちゃん難しいですね、私にはだいぶ難しいんです。あ、ねえ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 、私ね、めっちゃ楽しみにしてることがあるんですけどね。楽しみ？気になることがあるんです。なんでしょう めちゃめちゃ気になることがあるんです最近。もうこれが気になって眠れないんじゃないかぐらい気になることがあってのパン祭りじゃなくてあ、ヒントは9日のミックスジュース。あ、私月見バーガー食べたことないんですよね。正解、タンドンフルーツで、もっちゃん、も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 っちゃんも、もっちゃんどんぶらこと、ももねさんのフルーツがどっちも桃なのに、コハタンがすでに桃じゃないですか。だから、どっちがスモモを取るのかなっていう争いが気になって私は眠れません。もう桃でコハタンと殴り合うのか、それとも桃を捨てるのか、昨日もつ怒ってた、あ、桃が良かったって。
白桃白桃とかコウタンを椎茸にするのはかわいそうだよフルーツじゃない。あ、スモモも桃のうちらしいので、まあスモモでもいいんじゃないかなと思います。カト様はラズベリーです。好きなマカロンの味はフランボワーズですいい出汁出ます確かにいい出汁は出そうだけどさ、しいたけ。予想しましょう。桃系なしの桃根さんとどんぶらこの何がいいかな。桃の種類そこまで掘る、桃を掘る、それか難しいな。フランボワーズ美味しいよね。マカロンのフランボワーズが一番好き。あ、自己紹介も自己紹介も桃太郎かぶりって面白い桃太郎かぶり。え、桃根さん桃あんまり好きじゃないんですか。パパイヤいないかな。キュウリ、モッサンは何が好きなん。キュウリ、キュウリ好きそう。いつも野菜スティック食べてる。かわいい桃ね。全員桃、桃ジュースじゃん。それが気になって最近眠れません。嘘です、めっちゃ寝てますでも牛乳もないからね。桃の品種、まあ確かにね、もうベリーの品種で攻めちゃってるからね。私もだいぶ桜も梨ぶどうバナナ。ミックスジュースってほぼバナナの味しません。私バナナと牛乳の味しかしないんです、ミックスジュース。まあバナナ苦手なんですけど。ミックスジュースに椎茸入れたら地獄にならない。確かに、え、やばい、いちご、いちごいないのだいぶさ、いちごいないのだいぶ、あの味変わるよ。しかもバナナ苦手なんです。母さんは好きなんですけどバナナは苦手なんです。母さんマジでキャラとかじゃなく公演前バナナ食べてます。牛乳さんとミックスジュース出れたことなくて、岡山のもの、マイティ、マイティもバナナ食べてる。いちご、ココナさんがいちごですよね。
なんだっけ、アーのメロンだっけ、なんか姉さんがマスカット系だった気がする。え、未来がみかん、おココイチゴ、おココさんイチゴ、アーのメロンか、ナナホスイカめっちゃぽい。なんかこの前ナナホに当てスイカ何やったっけって聞かれたから、あスイカじゃないっていうのを適当に言ったんですよ。そしたらあそれやってなりました。オリジナルメンバーのスタントフルーツ以外のスタントフルーツわからない？メロンパン好きだからメロンなんですか？でもなんかめっちゃ多分緑色のにしただろうなと思って、当てた時あやのなんやと思うって聞かれた時に緑っぽいなと思って、えレモンってフルーツなんですか？ミックスジュースにスイカ、なんかこの前梨とスイカがいたんですけど、ちょっと水分率やばいなって言ってました。みんなでみかんとスイカと梨が一緒にいるのはもはやちょっともうしゃびしゃびちゃうって。レモンってフルーツなんですか？レモンって野菜じゃないんですか？あその日牛乳いらっしゃらなかったのでめちゃめちゃジュースでした。なんか実況でゆうみさんがドリアンがいいかもみたいな言ってましたね。韓国にしかないフルーツってない、あるんですかね。レモンって野菜じゃない？レモン検索します。レモンは野菜、レモンは野菜、レモンは、うっそー、レモン果物だって。野菜は野菜や果物って知ればするほど奥が深い。トマトは野菜。いちご野菜？いちご野菜。メロンは野菜。メロン、スイカ、野菜。バナナも野菜。パパイヤも野菜。レモンは果物。柚子は果物。柚子葉さんは絶対果物ですよね。間違えた。絶対ゆずですよねって言おうとした。ゆずはさんは絶対ゆずですよね。アボカド果物らしいです。野菜は葉や茎などの部分を貯めるために作られたもの。レモン。
とパパイヤはちょっとさまざまあれらしいです。果汁、あ、そうだね、果汁 100% クリスハさんは果物だ。苗を植えて1年で収穫するの野菜は確かに。メロン、スイカ、キュウリと新鮮。あ、え、同じ味するかも。でもスイカいるんですよね、なぎささん。スイカだけど、ゆずは果物らしいです。ゆずはさんも果物です。韓国ではトマトを果物して、じゃあトマトだ、しおんちゃんトマトですね。黄色いスイカ、黄色いスイカって名称あるんですかね。アセロナトマト入り美味しくなさそうと言わない。確かに好き嫌いありそうだけど、音なんかやばい。わかった？やった。
出ません、死が出ません。死が出ないですね。フラットがつきます。どうしても出ないんです。今日はこれくらいにしときましょうか。しときましょうか。遠距離ポスター、そうですね。計画、遠距離ポスターをする計画ができたくらいですかね。今日はこれくらいにしといたるわ。じゃあお手入れ中おしゃべりしていきます。そう、音の振り幅が広くなるとサビとかやばい。最初がさ、気分転換でトロンボーンしようか。唇腫れそう。フルートとトロンボーンしてたら。ちゃんは今から練習をしたいと思います。トロンボーンだったの何日でも、ノーサンキューだったっけ、だってとかノーサンキューはその日です。でも2、3時間とかサビだけだったからね。とか、かな。でも何回も撮ってるし、生じゃないからね。4人いました。なんか4人いたっていう目撃情報がすごいんですけど、別に私4人いないんですよね、人生でね。4人いたことないんですけどね。なんか4人いたことあるらしいです。琴ちゃんはさらにくり。ドッペルゲンガー。
よくねインスタでドッペルゲンガーなるんですけどね私。配信はたまアーカイブでマリア見ますわー見てくださいマリア最近ことさマリアですね。もう半年ぐらい多分さやってないんですよねキャンディー忘れちゃうよキャンディー忘れちゃうっていうか忘れたやる機会あるかな。こんばんはこんばんは。どっちが好きですか皆さんは。キャンディーかマリア。キャンディー。マリア派キャンディー選べません。マリアキャンディー。こんな綺麗に分かる。つかみです。ありがとうございます。見たことあるかも。キャンディーの衣装でマリア。そっち私ねマリアの衣装でキャンディー好き。衣装はマリアが好きで曲はいやでもなどっちもいいよね。マリア派。琴様の成長をじっくり見ていける。いやマジで最近ちょっと研究してるんですマリア。ぜひ来てください。またあのもう一回始まる前に見てくださいっつって謎の先生に見てもらってます。動画見せて。マリアの衣装ね好き。でもあの3個の中でも私が着させてもらってるのが一番好きです。フルンとねもう動いちゃいました。今からまったりタイムです。今日は火曜日です。私は見るかな。見た58分。バードの衣装が一番好き。まだまだ火曜日か。そうですね。週末皆さん会えますか。何着ようかな。どんなんがいいですかね。何が好き。こんばんは。1週間でだいぶ上達しました。ありがとうございます。スタンドマイクいつかフルートでもこれするからね。ちょっと待ってちょっと待って。会えるの3秒くらい。よ結構長いですよ多分。あれぐらいだと思う。前のグループお話し会。そんな結構ねお話しできます多分。この前の斜面は長めにおしゃべりできました。
末イベントです。練習は今終わって片付けました。おしゃべりタイムです。サーカスしていきました。サーカスしていきました。社務会事前にコメント書けなかった。そうですね、あれめっちゃ便利でしたね。なんか今回の社務会はいつもと違うサイト、なんか社名を取るようやったのかなのだったんですけど、なんか事前にコメントが開始される前に読む時間もちゃんとあってでね、例えばひとちゃん今日は鳥になったので飛んでるところを見てほしいです、ポーズは鳥でお願いしますみたいな、そういうのが書けて、書けるからそのもう来た瞬間にこう鳥ポーズしておけるし、その後にあのっていうコメントのくせそうコメントで例文のコメントでした。ありがとう、ありがとうございます。あ、インスタにネイル投稿したのでぜひ見てください。今回のネイルはですね、エンジベージュチェック、違う、これ衣装の名前チェックです。見えるかな、こちら、こんな感じになってます。ブラウンと紫の間みたいな色とチェックに入れてもらいました。先週久しぶりに公園来ました。いろいろでかい方はありがとうございます。どっちかな、大阪魂ですかね、空砲ですかね、9日か。また妄想があるの見るの楽しみにしてる、ありがとうございます。ことにゃんルルになりますのでなんか妄想があるフレンドってかな、ありがとうございます。あの妄想ガールフレンドってチッ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 ニャーンニャーンってあるじゃないですか。それアミルにその前にあのルル全然泣かないのって言ってて、フーアちゃんが猫の動画を見ててその時にニャーニャー言ってたので、車の中でアミルにルル全然泣かないのって言っててもし私が妄想ガールフレンドのニャー担当になったら泣かないかもしれないです。チッ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 ニャーかもしれないっていうそんなのなんてことない話を一生してます。あとアミルは虎を飼いたいらしいです。期待してます。怒られる。シンシンを見に行ったのですが、コトちゃんに見てしまった。ありがとうございます。嬉しい。ミックスジュースも結構出させていただくと思いますので、ぜひまたミックスジュースでもお会いしましょう。なあ、レインボースター、ありがとうございます。やったもん勝ち。虎飼いたいらしいんですけど、絶対あの
命なくなりますよね、アミル。カピバラさん飼いたい。ミックスジュース行きます。おー、いらっしゃい。友達が公園行くみたい。鈴木公園、公園マックス音量なんです。虎の餌代やばそう。やばいよね、やばいよね。だってカバとからしいですよ。調べちゃって私気になって、その虎の話してた時に車の中で調べました。飼い方にもよる。じゃあミルちゃん頑張ってください。トラ帰るように。ではそろそろ今日も練習を終わりたいと思います。ではでは、13位ひきやさんありがとうございます。12位たくまささんありがとうございます。11位やまぴーさんありがとうございます。10位たけどんさんありがとうございます。9位はるさんありがとうございます。8位こうへいさんありがとうございます。7位高野さんありがとうございます。6位ピロピロシタンさんありがとうございます。5位ひろゆきさんありがとうございます。4位 FFF さんありがとうございます。3位あついさんありがとうございます。2位やっぱり猫が好きさんありがとうございます。1位柳さんありがとうございます。ではきっと明日は朝だと思います。そして9と10は多分配信できない、配信はするんですけど冬とできないと思います。ということでまた明日の朝お会いしましょう。午前中かな、9時10時ぐらい、11時ぐらいかもです。じゃあ皆さんおやすみの、バイバーイ、おやすみなさーい。